ロベルト・エンケ、ロバート・エンケ、1977年8月24日から2009年11月10日は、ドイツ、旧東ドイツイエーナ出身の元サッカー選手。ポジションは GK。イエーナに生まれ、祖父母の家の庭でサッカーを始めた。故郷の FC カール・ツァイスイエーナに入団し、1995年11月11日のハノーファー96戦で2ブンデスリーガ2部デビューした。聖 GK のマリオ・ノイマンが3試合で14失点したことからエベルハルト・フォーゲル監督はエンケにプレーするチャンスを与え、11月中に3試合に出場した。その後はノイマンが聖 GK に復帰し、エンケの出場機会はなかった。1996年夏、ブンデスリーガ一部のボルシア・メンヒエングラートバッハに移籍し、最初の2シーズンは下部リーグに所属する U-23 チームでプレーした。1998から99シーズン開幕前に守護神のウーベ・カンプスが負傷したためにフリードル・ラウッシュ新監督はエンケにデビューのチャンスを与え、1998年8月15日のシャルケ04戦でデビューして3-0と完封したが、すぐに控え GK に降格した。ボルシア・メンヒエングラートバッハが、2でリーガ2部に降格したため、ドイツ人のユップ・ハインケスが監督を務めていた、ポルトガルのベンフィカに移籍した。当時のベンフィカは混乱期にあり、在籍した3シーズンで監督が3回も変わった。クラブは財政的な問題を抱えており、選手への給料の遅配などもあった。リーグ戦は史上最低の6位に終わり、タイトルは一つも獲得できなかった。それらの問題にもかかわらず、エンケは好プレーを続け、アーセナル FC やアトレティコ・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド FC から関心が示された。2002年6月にベンフィカとの契約が満了し、移籍金なしの3年契約で、スペインの名門 FC バルセロナに移籍した。後に彼は、バルセロナの GK のことを、欧州で最も難しい GK のポジションであと、語っている。在籍期間中は常に、ロベルト・ボナーノの控え GK であった。2002年9月11日、コパデルレイ3回戦のノベルダ CF 戦でデビューしたが、その試合で格下相手に敗れたことから、チームメイトのフランク・デブールに批判された。2003年3月2日の CA オサスナ戦で最後の20分間だけ出場し、リーガ・エスパニョーラデビューを飾った。欧州カップ戦にはクラブブルッヘ戦とガラタサライ戦の UEFA チャンピオンズリーグ2試合に出場した。2003年夏にルイス・ファンハール監督が退任して、フランク・ライカールト監督が就任し、リュシュテューレ・チベルと入れ替わるようにして、ドイツ人のクリストフ・ダウムが監督を務めていた、フネルバフチェにレンタル移籍した。しかし、2003年8月10日に行われた、イスタンブールスポルとの1試合にしか出場できず、その試合も0-3で大敗した。ファンは、試合中に、ライター、空き瓶、石などを投げつけ、敗戦の責任を押し付けた。このことから予定よりも早く、スペインに戻ることとなった。2003-04シーズンの冬にバルセロナに戻り、2004年1月にセグンダディビジョン2部の CD テネリフェにレンタル移籍した。ここでは力強いプレーを見せ、ファンや他クラブから称賛された。2004年7月、ブンデスリーガ一部のハノーファー96に移籍金なしの2年契約で移籍した。ここでは聖 GK に定着して成功を収め、キッカー誌の最優秀 GK に選ばれた。より規模の大きい VfB シュトゥットガルトなどから注目を集めたが、2006年12月に2009から10シーズン終了後までの契約延長をしたことで他クラブへの移籍の可能性は消滅した。2007-08シーズンにはチームメイトによって主将に選出され、2シーズンと少しの間主将を務めた。2008-09シーズンは所属クラブが11位だったにもかかわらず、再びキッカー誌のベスト11に選出された。ハノーファー96では通算180試合に出場した。最後に出場したのは2009年11月8日のハンブルガーSV戦で、この試合は1-1の引き分けだった。2日後の11月10日に死去した。U-21 ドイツ代表では、背番号1をつけ、計15試合に出場した。ボルシア・メンヒェングラートバッハに所属していた1997年に、初めてドイツ代表に招集され、エーリッヒ・リベック監督によって1999年のコンフェデレーションズカップのメンバーに選出されたが、試合出場はなかった。その後しばらくは、ドイツ国外のクラブに在籍していたために、ドイツ票とは疎遠となったが、ハノーファー96移籍後の2007年からは再び、招集されるようになった。デビュー戦は2007年3月28日のデンマーク代表戦。UEFA 欧州選手権2008では、控えとして準優勝に貢献した。UEFA 欧州選手権後に、イェンス・レーマンが代表引退してからは、CJK 候補となり、2010FIFA ワールドカップ欧州予選では5試合に先発し、そのうちの4試合を完封した。しかし2008年10月、ロシア戦に向けての練習中に、左腕の舟状骨を痛めて、手術を受けることになり、2ヶ月はピッチ外から試合を見守った。2009年1月に復帰し、再び代表のCJKとなった。2009年秋、カンピロバクター菌に感染し、大事を取って、チリ戦の招集メンバーから外れた。しかし口述の理由により11月10日に死去したため、チリ戦は中止された。2009年8月12日のアゼルバイジャン戦がドイツ代表として出場した最後の試合であり、この試合で8キャップ目を記録した。妻との間に娘を授かったが、2歳だった2006年9月17日に心臓病により亡くした。2009年5月に養女を迎え、エンペデにある小さな農場で家族と暮らしていた。妻と共にアニマルライツ問題に携わり、彼らはたくさんのペットを飼っていた。毛皮の売買に反対するペタキャンペーンにも参加していた。2009年11月10日、ハノーファーの自宅近くにあるノイシュタットアム・リューベンベルゲ、エイルビスの踏切で快速列車にはねられて死亡した。32歳だった。警察は自殺であると判断したが、その詳細は公表されなかった。それまでの6年間うつ病に苦しみ、精神科医に通院していたことを妻が明らかにした。多くのファンが、ハノーファー96のホームスタジアムであるオードアレーナに詰めかけ、喧嘩と闘火、弔辞を行った。以前に所属した FC バルセロナは試合前に1分間の黙祷を捧げ、その週に行われた国際試合のいくつかでも黙祷が捧げられた。11月14日に行われる予定だったドイツ対チリの親善試合は中止された。11月21日22日に行われたブンデスリーガの試合、ポルトガルカップのベンフィカの試合でも黙祷が捧げられた。11月15日、オードアレーナで執り行われた追悼式典に45,000人が詰めかけた。白いバラで覆われた、エンケの棺が6人のチームメイトによって運ばれ、2歳で亡くなった娘の墓の隣に埋葬された。ハノーファー96のメンバーは、シャルケ04から胸に、エンケの背番号1を刻んだ、ユニフォームでプレーしている。ハノーファー96では、GK フローリアン・フロムロビッツがポジションを引き継いだが、2010年1月に就任した。ミルコス・ロムカ監督は彼のプレーに満足せず、新しい GK の獲得に動いたため、選手たちがこれに反発して内部に亀裂が走り、シーズン終盤まで残留争いに巻き込まれることとなった。ドイツ代表のCJK候補だったエンケが死去したことにより、2010FIFA ワールドカップでは、バイエル・レバークーゼンに所属するレネー・アードラーがCJKになると目されていたが、シーズン終盤アードラーが負傷したため、最終的には、シャルケ04に所属するマヌエル・ノイアーが、CJK を務めることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。